こんにちは、こんにちは、みんなこんにちは、ヤッホーいらっしゃいませ。元気ですか？オリックス強いね。ちょっと昨日負けちゃったけど、負けちゃったんですけど、今日は勝ってほしいですねという気持ちを込めて、見て、緑色の服着てます。夏の陣のユニフォームじゃないけど、緑色の服着てます。今日はね、ちひー3回ですよ、皆さん。またプロフィール帳を作るので、生年月日を教えてください。かわ、か、かみ、ちひーさん、ちひーさん12月17日生まれ、ありがとう。12月17日、出身地は大阪。母が作ったハンバーグ、おかわいい。かわいいね、好きな食べ物。かわいい、果物全般。そうなんや、知らんかった。 A 型大阪。Tさん A 型なんですね。Tさんとね、またね、野球見に行きたいっていう話をしてて、今度一緒に行けたらなって思ってます。カレンが一方的に思ってるだけかもやけど、でも見に行こうって言ってくださったので、行けたらなって思ってます。なぎチャンネル見ました、ありがとう。ほんまにね、なぎささんの今 YouTube チャンネル、なぎチャンネルに出させてもらってるんですけど、皆さんぜひいっぱいコメント残してきてください。カレンタン、ハラカレンを入れてコメントをしてきてくださいますと嬉しいです。いっぱいコメントしてくれてるのも見ててめっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。ほんまにね、ずっと出たいなって思ってたので、なぎチャンネル出演させてもらえてとっても嬉しいです。いい意味で自我の塊。そう、でもいいキャッチコピーをいただけたなって。あと石橋さんからは壊し屋という命名していただけたので、キャッチコピーを大事にしようと思います。東京ドーム行って阪神と巨人戦見に行った、いいなー、楽しそう。彼もね、オリックス以外もまた行けたらなと思ってます。ちょっとオリックスにめちゃくちゃ行きたいんですけど、彼は早めに行きたいんやけど。アロハー、ありがとう。タンベマーボーさんからこまちゃん、ありがとう。こまちゃん、ありがとうございます、もらいました。こんにちは、こんにちは、こんにちは、こんにちは。あとでまた6時くらいにインスタあげようかな。6時ちょっと早いかな。今日またもう一個ね、インスタあげようと思っていますので、お待ちしててください。中野選手とツーショット撮れた、いいな、いいな、いいですね。中野選手めちゃくちゃ打ってはるもんね、今ね、すごいよね。こんにちは、こんにちは。昨日吉野部さんだったね。そうやね、でも負けちゃった、珍しく負けちゃいました。今日こそオリホできますように。それな、もう彼今お家で緑の服着て全力応援してるから、買ってほしいな。はい、今日もちゃんと野球を見ます。お家で見ます。今日は自分でカツ丼作った、すごい、作れるの、すごい、いいね。かも、あの、今日お料理ちょっとだけ頑張った、ママに教えてもらった。今日はちょっと暑すぎませんか？ほんま？どうなんやろ。今日ね、あの、練習というかリハだったので、あんまり外に出てなくて。緑に合うね、ほんま？似合う？嬉しいわ、ありがとう。ありがとう。可愛くて面白かったって、ありがとう。出させてもらえてめっちゃ嬉しいです。阪神は勝ったか、勝ったけどオリックス負けてたからめっちゃ悔しい。そうやねん、そうやねん。
ほんまに今日こそは勝ってほしいね。もう大爆笑でお願いします。今日は湿気、湿気ね。確かになんかそう雨降るんかな。今おすじさん見に行ってきた、うらやましい。今やってるの？あっちか、なんか難波じゃないとこかな、難波かな。ちひ TV のカレンダーもかわいい、ありがとう。そちひさんとね野球見に行った時、ホモフィ行った時かな、ポンちゃんと3人で行った時のもね公開されてるので、いっぱいコメント残してきてください。ピロちゃんのピロピロ見れたらいつも元気もらえる。ほんま？ほんじゃあまた今度握手会とかオンラインの時も来てや。こんにちは、こんにちは。気温か月だってやっぱそうやんね、ナンバじゃないよな。はい、でもめっちゃ見に行きたいんです。久しぶりに新喜劇の皆さんにもスーパー会いたいし、めちゃくちゃ会いたいなって。でもテレビ見てる、土曜日のね見れる時見てますよ。吉本新喜劇最高に面白いよね。この前のおすちさんの何だっけな、空港のやつかな、空港のめっちゃ面白かった、面白かった。お名前何やったっけな、誰やったっけね、ママ。あ、ママ、はい、あれ誰やったっけ、おすちさんとさ出てた吉本新喜劇のさ面白いさ、あ、何やっけお名前何やったっけなあ。もう彼頭に大山さんしか出てこへんねん。大山さんは阪神や、もう大山選手しか出てこへん。お名前何やったっけな、お大山みたいな感じの、何やっけな、何やったっけな、浩平さんやったっけ、え浩平さんやったっけ、そう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 、下の名前、うん、何やったっけな、名字が出てこへん、もうな、浩平さんやったっけな、もうな、大山さんしか出てこへん。浩平さんやったよな。何浩平さんやった、出てんじゃんか、頭回らへんわ。浩平さん何やったっけな、な名前出てこうへん。野球カードゲットしたよ、ありがとう。あ、彼のすごい、ありがとう、大事にしてね。ここあんちゃうかな何やったっけな。京セラドームからこんばんピロピロ、うわー羨ましい。あ、ソフトバンクファンですやって、今日はよろしくお願いします。今日はてか今日もよろしくお願いします。でも最終、あれ今日って木曜日、あ、じゃあもう最終ですね、ソフトバンクさんと戦うのね。明後日、明日か、明日からは日ハムさんやもんね。千葉さんやって、そうそうそう、千葉リンや、千葉公平さんやない、そうそう、千葉さんめっちゃ好きやねん、めっちゃ面白くない、もうなんかもう全部に置いて、なんかおすちさんの時は恋人奪われる役に出てて、その次は大きな家族で一緒に住んでる泥棒の役にめっちゃな、なんか別人ここに出てんの、そう、どれ、え誰か分からへん、普段分かれへん、これ何このメガネ、やだ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 、気づかへんな、うん、へ、あんなに面白いのに。おすちさんとよく出てるか、ぜひとも見に行ってほしいやって。やっぱそう、面白いよな、見に行きたい。もういつも土曜日見れるときにテレビで新喜劇見て、はぁ会いたいなってなってる。いろんな、最高やんな、うん、吉本新喜劇の皆さんめっちゃ面白いからさ、あーマリコ姉さんとか思いながら見てる。すごくすごく、この前は新婚さんの役でマリコ姉さん出てて、で最近のはあの何だっけ、借金取りの役やったな、また、うん、面白かった、めっちゃ見てるから。よし、あの、あ、6月くらいやったなと思いながら、もうさ今年8月じゃないですか、去年の6月とかやったなと思って、すごいなんか、あ、1年早いなって思いながらいろんなことを振り返ってました。バイ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 
なすびこげ茶。これレンコン？レンコンこげちゃうって。ねえ、そうコラボの吉本新喜劇ねえ、またさせてもらえたらいいけどね。NMB コラボあったら出たいです、よろしくお願いします。自分で推薦、ハラカレンおすすめです。もうほんまにさ、寂しくて寂しくて寂しいよ。しょうまが恋しい、それな、やっぱそうやんね。ほんまに DVD 化してほしかった、千秋楽のんとかおすちさんのピロピロ DVD 化してほしかったな。はい、ちいさんの最近ハマっていることはカレンタンと野球を見に行くこと。カレンタンと自分で書いちゃうっていうね、野球を見に行くこと。やっぱ学生が終わったらあんまりこうやってペンで字書くことって減りますね。あんなにもさ、なんかちょっと嫌々でさノート書いたりしとったのに、なんかペンを握るのが不思議な感覚やもん。もしコラボ新喜劇出ることになったら何役で出たい？もう出れるなら何でもいいけどいっぱい出たいな。欲張りとこ、もう何でもいいです。でも何でもするのでいっぱい出たいです。こんにちは、こんにちは、はじめまして、はじめまして、ようこそ、ハラカレンです。ぜひルームフォローしてね。こんにちは、こんにちは。今日ね6時からね、またソフトバンク3対オリックスですね。今日こそは勝てますように、勝ちますように、全力応援します。かや、お家でスカイ全力で歌ってるから。スカイ今日も歌うぞ。こんにちは、こんにちは。シチピロのお話したい、しよう、いっぱいお話聞かせて。よく使う絵文字、ちひさん。ちひさんはグッドポーズやな。これグッドポーズってわかるのかな。ちょっと怖くなっちゃった。めちゃくちゃ巨人ファンの方の声援が大きかった。すごーい、すごい。でもやっぱね、チームによっても結構なんか色が違いますよね。いいなぁ。私、みんなは公演来てくれた時は超絶カレンコールしてくださいね。彼の耳にめちゃくちゃ聞こえるカレンコールお願いします。腰は良くなったかい？なんかね、良くならへんねん。安静にしてんねんけど、本当嫌になっちゃう。でも安静にしてます。今日も踊っちゃったけど、まあこんなもんかなって思うことにしてます。最近はありがとう、心配してくれて。アレックスさんの始球式また出れるといいの。そう、ほんまにそれな。彼もめっちゃしたいんです。かわいい、ありがとう。かやちゃん今日もかわいいです。毎日大好きが募ってる。ラブー、いっぱいまたツイートしてな。ラブー。ありがとう、楽しみにしてます。アレックスのユニフォーム買おうと思うけど、おすすめの選手いる？難しい、もうみんな好きやからさ。彼、いやもうなんかますますみんな推しに、発行しになってしまっててね。でもやっぱ NMB やったら紅林選手はドリアン少年をかけてくださっていたっていうのがあるので、ぜひ NMB のファンの皆さんには特におすすめというか。私今もめちゃくちゃ絶好調やからね。活躍されてる、ずっとスタメンで、すごい。何の T シャツ？これはでもあれでしょ、川端さんからいただいた服です。緑やから何やろって思ったやろ。でも聞いて、今日オリックスの試合あるからこの緑色着ています。気持ちは夏の陣のユニフォーム。
欲しいな、欲しいなユニフォーム。やばい15分経ってしまった。えらいこちゃんもうスタメン出てるみんな。オリックススタメン出た、スタメン出てるかまた教えて。こんにちはこんにちは。カレンタン出るとき始球式見に来たい。ええー、ねー、ほんまにみんな来てほしいし、ほんで今回もまたしたいです、始球式。こんにちはこんにちは、ハートもありがとう。栗林選手の会話いい、そうね、 NMB のファンの方はね、ぜひともね、とりあえず少年をかけてくださっていた、ぜひ栗林選手またねかけてくださったらいいんやけどね、誰か NMB の曲を使ってくださったらなというおこがましい願いもあるんですけど、でもそれこそカレンがまた始球式させてもらえるってなった時は登場曲でね、NMB の曲かけてもらえたらなと思うので頑張ります。そうベースボールカードもさ、ゲットしてくださった方とかありがとう。カレンの明けまるって、栗林選手の顔ねってありがとうありがとう。でも好きな選手の勝手や、もうじっくりオリックスを見ていただいていいなってときめいた選手のをぜひぜひ勝っていただいて全力応援してください。先発は宮城選手、そうやね、今日宮城選手投手なんです。宮城さんですよ。スタメン出てるねやって、うっそー、スタメン出たよ、教えて教えて。カード変えちゃ出なかった、うえー、うそやー、うえー、マジか。ザードさんの曲流してる方はいたい、そうそうそう、あの若月選手はかけてますね、ザードさんの曲を。なあママ、あ若月選手な、ザードかけてたでな、ケンケン、うん、うん、な何の曲やったっけな、何やったっけな、何の曲やったっけな、忘れちゃった。ヒカルテンジのカットだ、あ、そうそうそう、よーおーって言ってたな。どうやったっけな、忘れちゃった曲名が、今パッと出てこい。1番が野口選手、おお今日、うん今日らしいで、すごいな、ライト、あいつも通りですね、ライトは。ピロちゃんが栗林選手の勝手やーって言ってくれたから、栗林選手の顔よって、栗林選手のユニフォーム買ってくれるんや、いいなそう、いいな、でもやっぱ NMB の曲かけてくれてはったからな、やっぱそこはっていう気持ちが出ちゃうよね。でもね、箱推しやね、箱推しよ、箱推し、いいなぁ、紅ね、おお、5番、5番ね、すごい今日は、はぁ、3番、はぁ、1番誰、1番が野口選手、うん、2番が宗選手、すごい、2番なんや、ベニー、うん、で3番が栗林選手、おーベニー、4番が森友哉選手、ラララララララ、昨日惜しかったからな、うん、ちょっとホームが間に合わんかったからな、で、うん、で5番が中川選手、で6番が、うん、指名打者になってる頓宮選手、ファーストじゃないの、ファーストじゃないの。7番が、うん、マーゴー、おかえりなさい、マーゴーさん、レオ様おらんってこと。8番がラオウさん、レオ様、レオ様いてない、レオ様大体でまた来るかもな。9番が山足、よし、時代は山足、あらあらあら、ギボちゃんもいてないやん、ほんまや、ない、あ、そうや、だんだん心惹かれてく、今日もまたなんかすごい順番できますな。2番に宗選手もなんか新鮮に感じる。
2番。すごいね、今日も楽しみですな。これはこれは楽しみですな。こんにちは、こんにちは、遊びに来たよ、やっほー。うん、ありがとう、マリアちゃんからこまっちゃん、ありがとう。ほんまや、あれ最近いてない。でもベンチにはずっとおんで。そうやな、うん、でもいてないな、うん、ほー。そうからあれの石川遼選手も応援してるんよ、うん、出てほしいな、出てほしい気持ちと。でも今のスタメンの選手もみんな大好きやから難しい。お遼さん言ってない。お遼さんって、お遼さん誰、おたまです。あ、だってもう怪我やん。おたま、あ、そっか、手首の怪我で抜けてるの。ひー、辛いですわ。箱推しはもうみんな打ってほしいし、みんな活躍してほしいし、はー。でも今日はね、スタメンが発表されたということで、今日のスタメンの皆さんを全力で応援します。ガヤも見に行きたーい、ガヤも見に行きたーい、野球見に行きたーい。まあ層が厚いということで、それはほんまに間違いない。本当にそうですよね、素敵なチームです。うーん、ハートもありがとう、いっぱいハートくれてる、ありがとう。もうね、15分経ってしまいましたので、そろそろドローンとなりますけど、ちひさんのこれ全然書けやんかったまたゆっくり書いて飾ってもらおうと思います。関西ダービーね、うーん、自分もカレンタンの始球式ぶりに見に来た。お、ぜひ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 オリックス応援してください。さあどうなるのでしょうかね、今日も。今日勝つ今日勝つ、そらそうやわな、うん、今日は勝つ、明日も勝つ、明後日も勝つ、ずっと勝つ、全員で勝つ、全員で勝つ、最高家で一人でやってるね気持ちは二人一応な、乗ってくれる時と乗ってくれへん時あるが、はい、大きな声出せますかって、最高、みんな耳キーンというかごめんなさいね。バブポンタも買ったんよね、お、買ったの、そうや、買ってくれとったの、ごめんね、買って耳キーンしたらごめん、そう、もうでもさ、スカイ歌ってる時の方が声大きいな、やばいなそう、スカイ歌ってるピロちゃんはぜひね、球場で見かけた時一緒に歌いましょう、一緒に選手の皆さんを応援しましょう、最高言ってるケイちゃん声大きくて可愛いやってあー面白い、声出していこう、あー面白かった、お、感動もしてくれてる、ありがとう。じゃあそろそろランキングを読みます。第13位、おきったん、ありがとう、あ、ランキング変わっちゃった、ごめん、もう一回読みます。第13位渡辺さん、ありがとう。第12位吉さん、ありがとう。第11位山ちゃん、ありがとう。第10位ミミ、ありがとう。第9位マルル、ありがとう。第8位しげやん、ありがとう。第7位よっきゅん、よっきゅん、ありがとう。第6位 FFF さん、ありがとう。第5位リアちゃん、ありがとう。第4位ゆうじろうさん、ありがとう。第3位れいかちゃん、銅メダルのじょー、イエーイ。第2位はまりあちゃん、銀メダルのじょー。第1位はたんべまーぼーさん、金メダルのじょー、イエーイ。みんなにも参加しよう、ピロピロ、
皆さん配信ありがとうございました。この後は全力オリックスバファローズ応援をしたいと思います。テレビでね、見るので、今日はまたインスタも投稿しようと思うので、たくさんいいねとコメントよろしくお願いします。そして渚さんの YouTube なぎチャンネルも出演させていただいているので、ぜひカレンタン、ハラカレンなどカレンと分かるワードを入れてコメントどしどしよろしくお願いします。してくれた皆さんもありがとう、呼んでます。あとジャムさん、エキスポ2023は8月27日日曜日お昼の1時55分から横浜アリーナにてあります。リハもしてますよ、お楽しみに。ほいで、大阪カラーズショーさんは8月29日火曜日夜の7時開演です。ジェップ大阪ベイサイドさんであります。ベースボールカードセカンドバージョン、カレンのカードゲットしてください。ぜひぜひ、なぎチャンネルも見てね。 NM48 12周年のアニバーサリーライブブルーレイ DVD ボックスは8月30日発売です。月刊タイガースさん9月号は9月1日発売。チーヒーさんと一緒に関西ダービー対談してきましたので、ぜひゲットしていただけたらなと思います。野球のお仕事できて嬉しいです。そして NM48 ライブツアー2023 9月14日は名古屋、22日が東京、23日が大阪、次の日24日は昼夜公演で13周年のアニバーサリーライブです。ぜひ皆さん来てください。カレン推しアピール全力で来てください。28枚目シングルは10月4日発売です。お楽しみに。よいしょ、来てくれてありがとうございます。皆さんありがとうね、来てくれて嬉しいよ。大忙しですよね、めっちゃありがたいです。リアルイベントは10月29日幕張メッセさんで、11月4日と5日は大阪 ATC ホールであります。またね、ぜひ来てください。じゃんけんピロピロエスカルバレみたい、恥ずかしい、ありがとうありがとう。じゃあでは皆さんゆっくり過ごしてください。 Twitter、 インスタいっぱいいいねとコメントいつもありがとう。今日もよろしくね、またねー。